数多くのお笑い芸人から慕われている松本人志ですがそんな松本も過去にはブチギレて大変な事態になったことが何度かありましたそこで今回は松本のブチギレエピソードについてたっぷり紹介していきますまずは1991年から1997年放送のコント番組「ダウンタウンのゴッツええ感じ」で松本と約6年間共演し当時はプライベートも仕事でも毎日松本と一緒にいたという今田浩二にブチギレたエピソードです今田と松本とある後輩の3人で旅行に出かけた際のことで当日今田は週5日 時間の5分前に松本宅前に着いたため後輩に松本へ到着の連絡を入れるように促したそうなのですが後輩は多分松本さんが嫌がると思います10時って言われたら10時ちょうどだと思いますと拒否したそうですそんなわけないやろ遅れてきたんならわかるで5分前に着いて怒る先輩がどこにおんねん A から連絡せえと諭して電話をさせたと言います後輩はしぶしぶ松本に電話をかけましたが後輩が言った通りで松本は電話越しにでも聞こえるほどの怒鳴り声でブチ切れたそうです電話を終えめっちゃ切れられました と落ち込む後輩の姿に今田は僕が電話させましたたって言うわと約束しましたしまかし松本がマンションのエントランスから降りてきた時には赤鬼かというほど真っ赤な顔でものすごい形相だったそうで松本は「10時言うたら10時ちゃうんかい」と後輩に再びブチギレ怒りは収まりませんでした後輩は「今田さん!」と言って今田だに助けを求めましたが松本があまりの剣幕でブチギレているため今田だは怖すぎて間に入れないと思い後輩を見捨ててしまったそうなのですテレビ番組でもしばしばば自身のこだわりを語っている 松本ですが後輩たちからすると集合時間の5分前に連絡して怒られるのはさすがに少しかわいそうな気もしますよねゴッツええ感じ1991年から約6年間放送された人気番組ダウンタウンのゴッツええ感じでのブチギレですあるゴッツの収録日松本は夕方に起きて全然コントやる気なくてとにかくもう今日帰りたいと思っていましたしかし実際にスタジオに行くとスタッフはみんなしっかりと働いておりセットも約1000万円をかけて作られていたそうですそんな姿を見てもなおなんとかして その日の収録をなしにして帰りたいと思っていた松本は大金と大きな労力がかけられたセットに対して思ってた棚じゃないなぁなどとイチャモンをつけもう収録しないと言って本当に帰ってしまったそうなんです後になってこのエピソードを番組中に聞かされた千鳥のノブには棚で変わらないでしょうとツッコミを入れられてしまいましたやる気がないという理由だけで1000万円のセットにイチャモンをつけて帰るというのは今の松本からは考えられませんね若手時代の松本が尖っていたのがよくわかりますよねそんなごっつええ感じです 実は松本がぶち切れたことによって番組自体が終了してしまったと松本本人が明かしていますそれは1997年ゴッツの2時間スペシャルの放送日のことでした松本はこのスペシャルに関して「撮れ高に自信あってめちゃくちゃ面白いもん撮れた本当に見てほしい回だった」と思っていたそうですしかし放送当日フジテレビからの事前相談なしに番組がプロ野球でセ・リーグ優勝のかかったヤクルトスワローズ戦へと差し替えられたのでしたこれに松本は当然大激怒したそうでフジテレビの出演全番出演 番組の収録をボイコットするといった事態にまで発展しますその後話し合いを重ねた結果ダウンタウンのゴッツええ感じの打ち切りで手打ちとなってしまったのでしたこの事件について松本は後に出演した番組で当時を振り返って放送番組変更の一報が欲しかったですよそれが一切なくてちょっと血気盛んな頃やったんでちょっとプチッときちゃってやめじゃーってなったと話していますゴッツの構成作家で松本の幼なじみの高須光義によれば松本は感情だけでなく自身がいかにダウンタウンのゴッツええ感じ に対して強い思いを持って毎週取り組んでいたかを伝える意味でも打ち切りを決断した旨を話したそうですこの一件から松本が番組運営においてすごく大きなポジションにいて芸人としても真摯に番組制作に向き合っていたということがよくわかりますよね信号機松本はある時ヘイヘイヘイで自身が信号を無視して警察に捕まった際のことを振り返り交通ルールの不満を話しましたそれはある日松本の運転で車を走らせていた時のことです信号が黄色だったので松本は少し急いで信号を走り抜き けたそうですしかしこの運転で警察に呼び止められ交通ルール違反という扱いになったそうですこれに対して松本は昔は黄色は急いで行けで赤が止まれだったそれが10年前くらいにルールが変わって黄色は止まれになったと不満を漏らしますそして続けて自身が捕まったことに関してただちょっと待てと黄色で止まらなあかんのやったら黄色の前にもう一個色いるやんけ赤から急に黄色になるんやから急に止まれへんやろほんならあとピンクかなんか作れ青ピンク黄色にせえそしたらピンクになったら あああかんねんなって止まれるやろ。青から急に黄色になるんやったらいつ止まるんじゃボケ。ほんなら赤の意味は何やねん。 と強い口調でマシンガンのように話していました本当に松本の言った通りだとすると確かに少し理不尽のようにも感じますねしかしエピソードの話し方自体が面白く他のエピソードでも切れながらも笑いを取れるのはさすが松本ですねカーナビ松本は過去に自身が乗っている高級車のカーナビの性能についてもぶち切れていますある日松本は知り合いと六本木三丁目の交差点で待ち合わせしたそうですしかし三丁目の場所までは分からなかったため車のカーナビに場所を入力して出発しましたするとカーナビから 高木町という場所の高速道路の乗り口に乗れという案内があったそうですしかし目的地は高速道路に乗るほどの距離でないことは明らかでしたそこで松本は側道にそれて再度ルートを探そうとしましたその後再びカーナビの指示に従うとまた高木町の高速道路の入り口へたどり着きもう一度高速に乗せようとしてきたそうです松本は「ないないないありえへんわ」と思い再び側道にそれましたがカーナビはまた高速に乗せようとしてきましたさすがに松本も「わかったこのガキどういう決着をつけようとしてるんや」 この俺様を高木町から高速に乗せるんやなよっしゃ乗ったら高速もただやないぞと半切れ状態だったそうですしかし 高速に乗り 3400m 走ったかくらいのところで高速道路の上でカーナビが目的地周辺です運転お疲れ様でしたと言いましたこれに松本は無理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 終わられへんとブチギレたそうです中金次は松本が中金を取られた際のブチギレエピソードですある時松本が車で広い通りを走っていた際お腹を下してトイレに行きたくなりましたギリギリだったこともあり沿道に車を止めてコンビニでトイレを借りに行きました3分ほどして松本がコンビニのトイレから戻ると松本の車に 中金の張り紙があったそうです松本はこれに「俺がコンビニ行くのを待ってコンビニに入った瞬間に中金を取りに来たとしか思えない」と納得がいかず電話でコールセンターに問い合わせをしましたが「しょうがない」「ドライバーがちょっとでも離れたら駐車禁止です」と言われたそうです続けて「ドライブする際に漏らしそうになったらどうするのか?」と質問すると「それはドライブする前に用をしっかり足しておく」とオペレーターは話したそうで「切れる5秒前の松本があなたは今までそのような経験が1回もないんですか?」と続けて聞くが職員からは「私 私はしっかり気をつけているので、そんなことは一切ありません。と回答が返ってきました。さすがに頭に来た松本はお前めっちゃ嘘つくやんとブチギレたそうです。3分で駐金を取られて頭に来る松本の気持ちはすごくわかりますね。ただ、どんな理由でも駐車禁止の場所に駐車してしまったわけですから、これに関しては駐金を取られても仕方ないですね。タクシー運転手、松本は過去にガキ使でタクシー運転手にブチギレたエピソードも語っています。それは松本が先輩と食事をした後にタクシーに乗せた時のことでした。松本 松本は先輩を家までタクシーで送り届けるため事前に運転手に3000円渡し先輩の家までは 1m ーーもかからない距離だったが念のためちゃんと送ってねと一言運転手に言ってお願いしたそうです目的地に着いた時に先輩が運転手に「松本に返したいのでお釣りを返して」と言うとなんと運転手は「さっきの人にもらったやつやからあなたに渡されへんこれは俺がもらったもんや」と主張してお金を返さなかったそうなのですこの運転手の常識では理解できない行為に当然当事者の松本は 放送できない言葉を連発あまりにも腹を立てすぎて過呼吸になって心臓がキューとなったと表現しそんなやつ未だにおるんやと思ってすごく腹が立った2000な何歩でそこまで人を嫌な気持ちにできるどういう了見やとと怒りを爆発させていましたなおこの松本の発言に対し Twitter ではお釣りを要求する方がおかしいなどの反論や一方でそもそも依頼者の釣れが返せって言ってるんだからどう捉えても返すのが筋など松本を擁護する声もありましたアメリカの 原爆投下について2005年に自身のラジオで松本はアメリカの原爆投下について怒りを爆発させていますラジオの放送中松本は「そんなんどうでもええわちょっとアメリカに怒ってええかな」と不意にアメリカへの怒りの話題を始めました内容はアメリカの原爆投下についてで当時アメリカ国民に調査したアンケートで「原爆は必要悪だった」と回答した人が過半数を超えていたことに対して松本は日々激怒していたのだそうですそしてそんな中松本のアメリカへの怒りが頂点に達した出来事があった あったそうですそれは日本に原爆を投下した元戦闘員が60年ぶりに来日した際のことでしたそのアメリカ人は広島で多くの被災者と直接話しその時に原爆投下についてどう思っているか広島で話したそうなのですその際アメリカ人は「たくさん大変なことがあったね悲惨なことがあったねでも僕は謝らない」と言ったそうなのですこれに対して松本は今にも爆発しそうな感情を押し殺しながら「あのねもうねこのラジオ聞いてる報道のスタッフそういうことがあったらね僕に電話して僕って」 行くわほいでねえ 僕がが言うわとと自らが説得ししに行くと訴えましたそして続けてあのね俺はもうたまらんねんと怒鳴りついに我慢していた感情を爆発させました松本の怒りは収まらずあいつらはあれがあったからこそ戦争をあのぐらいで済ませたというか早く終わらせれたみたいに言うんですよあの後あんなんせえへんかったらあんな何万人も死んでへんねんどういう計算方法でそうなんねんとアメリカに訴えかけるように生放送で大激怒していたのです中中山山秀行ガキで松本は中山を強く 批判しています松本は今から30年以上前のダウンタウンがまだ東京に進出したての頃ある番組でダウンタウンと当時の中山のコンビ AB ブラザーズがネタをやることになっていたものの松本は野球のネタを書いたがなんと AB ブラザーズも野球のネタということで急遽変更しなければならないことになった話を打ち明けますダウンタウンの方が先輩であったため松本はすごく不満だったそうですそして当日松本は出番前に中山に挨拶をしましたしかし中山は挨拶には全く無反応でそれで ところかそのままタバコを吸い出したというのですこの時点で松本はブチギレていたそうなのですが AB ブラザーズの出番になり松本は中山たちの野球ネタを見ると全然思んなかったびっくりこいてもうたと感じたそうで本当に嫌いですわとブチギレて話していましたこれはさすがに松本がキレるのも理解できますよね浜田雅俊さてコンビ結成41年目となるダウンタウンですがコンビの仲はすごくいいですよねしかし41年間で一度だけ松本は浜田にブチギレて殴り合いの大喧嘩になった ことがあるのだそうですそれはまだダウンタウンが梅田花月で舞台に立っていた頃のことである日の舞台の出番前に浜田の姿が見えなかった時のことです遅刻自体は松本もよくあることなので普段は何も思わなかったそうなのですがその日は前日も浜田は遅刻してきており松本はこいつ2日連続かとイライラしていましたそうしているうちに出囃子が鳴りましたがまだ浜田の姿が見えず松本はどうしようかと思っていたそうですしかしその時松本はすぐ近くに浜田がいることに気づきますなんと浜田は時間通りに来 いいまししたたたが松本に伝えていなかったのでしたずっとドキドキして待たされていた松本はこれにブチ切れましたしかし浜田からすると時間通りに来ているのに怒られたため俺時間通りにおるやんけと切れ返しそのまま舞台袖で殴り合いの大喧嘩になったそうですそして舞台に出て行く頃には2人の衣装はビリビリに破れてしまっており漫才中もお互い外を向いていたのだとかとても仲が良くいつも相性抜群の掛け合いをしているダウンタウンですがそんな2人もこれほどの大喧嘩をした経験があるとは驚きですね逆に 41年で喧 m 1グランプリ2018』松本は『m 1グランプリ2018』の終了後トロサーモンのクボタスーパーマラドーナの竹地に対してもブチギレたことがありましたそれは『m 1グランプリ2018』の終了後クボタと竹地がお酒を飲んでインスタライブをしていた時上沼の採点に不満があったという話題になりましたクボタは「酔ってるから言いますけど審査員をそろそろもうやめてください」「自分目線の自分の感情だけで審査せんといてください」などと発言。 します続けて武智は「嫌いです」って言われたら「更年期障害かって思いますよね」などと痛烈に批判しました2人は名前は出しませんでしたが「お前だよ右側のな右のおばはん」などと審査員席の一番右側に座っていた上沼さんへの批判を繰り返したのですこれに対して松本はワイドナショーで「やっぱり彼らは何より勉強不足ですよね上沼さんという人がどれだけの人か本当に分かっていないあの人の功績を考えたら」と猛省を促していました続けて「お酒飲んで s SNS なってみんな言うんですけどそれはそれで変なかい方だなと思っていくらお酒飲もうが全く思ってないこと言わないですからねそこはごまかしたらいけないなと思いますと厳しく指摘し最後にはスーパーでサーモンとトロはしばらく買わないです。 と笑いに変えていました近年では松本がここまで強く批判するのも珍しいですよね神沼恵美子さんの凄さをよく知っている松本だからこそ頭に来た部分もあるのでしょうね今回は松本ひとしのブチギレエピソードについて紹介しました他にも松本ひとしの天才的な返しも紹介しているのでぜひ見てください最後にこの動画が面白かった方はチャンネル登録だけでもいいのでお願いしますそれでは皆さんさようなら